皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。前回に引き続き第2回目になる今回はジムに初めて行った時にやっていただきたいトレーニングについてお話をさせていただきます。自宅トレーニング編の時に自重のトレーニングでもしっかり成果は出ますよっていうのをお話ししたんですけども、やはりですねジムに通っていただいてマシンとかウェイトを使ったトレーニングをやっていただくのがやはり効率よく体重を落としていける、体を変えていけるですね。なぜかというと人間の体っていうのはちょっとずつですね負荷を増やしていかないと継続して変わっていってくれないんですね。そういう意味で自宅のトレーニングどうしても重りを増やして負荷を上げていくっていうのが難しくなってきてしまうんですね。自宅トレーニング編だとこうトレーニング用のチューブのお話をさせていただきましたけど、チューブの負荷にもやっぱり限界があってですね、どうしても男性の方なんかだと負荷が足りなさすぎて物足りないっていう風になってしまうんですね。重量を増やす以外にも回数を増やすとかセット数を増やすっていう方法もあるんですけども、際限なく回数を増やすわけにもいかないので、やっぱりですね負荷をしっかり重くしていけるようなトレーニングができる環境っていうのがあるとトレーニングの効率っていうのは段違いに良くなってきます。初めの取っかかりとしてはね、とりあえず自宅でできることからっていうので全然構わないんですけども、それでねちょっと体が変わってきてこのまま頑張ってもうちょっと体変えていきたいっていう方はぜひですね勇気を出してですねジムに通ってトレーニングをしていただければなと思います。最初はねちょっとフリーウェイトとか怖いって感じる方もいらっしゃると思うので、とりあえずはねマシンで完結するようにメニューを組ませていただきましたので、これも男性女性に分けてメニューを紹介させていただきます。まず男性の方ですね、1種目目レッグプレスいきましょう。で2種目目にバックエクステンション、3種目目にチェストプレス、4種目目にシーテッドロー、5種目目ラットプルダウン、6種目目にショルダープレス、余裕があれば腹筋のマシンやっていただければという形ですね。女性の場合1種目目にレッグプレス、2種目目バックエクステンション、ここまでは男性と一緒なんですけども、3種目目に女性の場合はレッグカールが入ってきます。下半身のトレーニングのボリュームが多くなるんですけども、やはりね女性の場合は下半身を引き締めていきたいっていう方多いので、ヒップアップとかね太ももをシェイプアップするとかそういう方が多いので、しっかりね下半身を鍛えていただきたい、特にももの裏側ハムストリングを鍛えていただきたいということでレッグカールを追加してます。上半身に移りましてシーテッドロー、次にショルダープレス、次にラットプルダウン、チェストプレスで余裕があれば腹筋のマシンという形でねやっていただければなと思います。で実は女性の場合はチェストプレス前にね押す系の種目って男性ほど重要じゃないんですね。男性の場合はねこう胸板厚くしてねかっこよくなりたいっていうのがあるんでチェストプレスって最初の方に入れてありますけど、女性の場合残念ながらですね大胸筋を鍛えてバストアップってなかなか難しいんですよ。胸って脂肪なんで減量したらサイズは落ちちゃうんですよ。残念ながらウエストは締まっていくんで、アンダーのねサイズが落ちてカップ数が上がるっていうのはトレーナーやってた時にいろんなお客さんで事例があったりしたんですけども、胸って脂肪なんでいくらですね大胸筋を鍛えても減量していったら落ちてしまうものなので、実は女性の場合は大胸筋のトレーニングって重要じゃないんでチェストプレスは一番最後にしてます。むしろ女性の場合はショルダープレス上に押す系のね種目の方が大事だったりします。まあショルダープレスだけじゃなくてシーテッドローとかラットプルダウンとかこの辺の種目で肩甲骨周り鍛えていただくことで猫背のね解消とか肩こりの予防改善みたいな効果が期待できるので、もちろん男性でもですけどね、やっぱり女性の方がそういった症状に悩まされているケースって多いので、女性の場合はね、この辺のトレーニングをしっかりやり込んでいただくといいんじゃないかなと思います。回数とセット数なんですけども、男性の場合は10回から15回を3セット、女性の場合は15回から20回を3セットずつやっていただくといいんじゃないかなと思います。男性の場合は例えば15回3セットできたら重りを1段上に上げると、女性の場合は20回3セットできたら次のトレーニングで重りを1段上に上げると
という形で、必ずですねちょっとずつ負荷を上げるようにしていってください。楽だからといってずっとね同じ重さで15回3セット20回3セットやり続けないようにしてください。重りを増やしていかないとなかなか体もね変わっていってくれないので、しんどくなりますけども頑張って重りを増やしてやっていっていただければなと思います。それではですね、今回は初めてジムでトレーニングするときにやっていただきたいトレーニングについて解説をしていきました。目的に応じてこういう時にはどういうトレーニングしたらいいのか、そういう質問があればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。